はいどうもお茶です。最近ストリートファイター買ったんですけど、あの別にギルティやめるとかそういうわけじゃなくて両方ガチでやるつもりなんで、そこら辺お願いします。最近ギルティの配信とかあんまやってないんですけど、まあやっぱストリートファイターが難しくて、とりあえず今はストリートファイターの頻度を高くしようと思ってるだけです。はい、なんで今日は12位でランクマをやっていこうと思います。ってことで多分カット。はい、ということでね、19段の方が見つかりました。3ピンですけど、まあ多分大丈夫でしょう。ってことで回ですね。なかなかランクマの回はランクマムーブしてきそうで怖いんですよね。まあやっぱセバーガンフリマンとかいそうで怖い。さあこれかするかな。 OKレベル3、なってない。あれマジか。よいしょっと、今度こそ。あれこれね、ディッパーパナッシュが怖くてパナッシュ来ない。あ、パナッシュ来た。そう、怖いんですよね、ディッパーパナッシュがね。やべ、あぶねー、投げこすり。開幕どうしよう。しっかりカウンター確認していく。これかする？あれ？ちょっと遅いのかな。話が本当に怖い。あらあらあら、話すか、出なかった。バックステが、いて安い。差し返していく。なんかちょっと今のストの経験がためになった。くさい。あはごめんなさい、投げ漏れです。近列仕込まないとな、やっぱ。今のでレベルになんないんだ。あぶね。あれ？よいしょ、オッケー。これは椿を重ねたい。レベル3わかんないから。あ、ぴょった。どうしよう。うお、やりやがるやりやがるぞ。ピオリ復帰早すぎだろ。どんだけガチャったんだ。これ入れ込みね、よくないんだよね。入れ込みよくないんだよねって言ってやっていく。全然はあれですね、ランクマムーブではないですね。本当にセバを放してくるような回じゃなくてよかった。あー、かすらねえ。え、なんで嘘だ。
あれ、いやーヒット確認できてね。あーダメだったか。あらららら。なんか投げてくるかなって思って5番コースなんですけど、多分今のちゃんとやられてたら投げられてましたね多分。はい、ということでね、今日はこんな感じの動画になりました。まあちょっとストファイの頻度多めになっていくと思いますけど、ギルティもねちゃんとやっていくんで、配信もねしていくんで、はい、またね、まあ機会があったら見てくださいということで、今日はこれで終わりです。失礼します。